速報レアルマドリー中井卓弘東京ヴェルディ席これマジ？卓弘中井は東京のクラブでプロとして活躍することになった。地元市マルカの小さな見出しには日本人サッカーファンの夢を背負っていた若者のショッキングなネクストステージが書かれていた。レアルマドリーの下部組織カステージャで今季わずか5部しか出番のない中井は、欧州主要リーグへの移籍を模索していた。しかし、現実は甘くない。プロとして何の実績もない日本人に対して代理人が受け取ったオファーは J2 の3クラブと J3 の2クラブ、そしてシンガポールリーグのクラブだけであった。ベルディはね、いつの間にか終わってた。なんでよりにもよってそんなところへ。レアルバルサの日本代表が同日に見れると思ってたあの頃。ベルディって地味に暗黒だよな。いつが光だったのかも忘れられたレベル。そもそもマドリーユースでもこれが現実18でトップチームで普通にやってた久保大丈夫。まあ現実は厳しいよね。どうやって久保くらいだな。ガキの頃から天才呼ばわりされて今も5代で活躍してるの。マドリーの育成組織って正直ハズレだよな。トップチームは世界中の化け物を金で持ってこれるからな。もしよければ、チャンネル登録お願いします。